はい、こちら大日王子城さんの衣乗馬ですね。はい、はい、サイズが29センチです。お願いします。はい、こちらも本家大日新潟大日さんの衣乗馬になります。おそらく調和の方、荒野の方から出たと思いますが、久しぶりに衣乗馬を見ました。まず模様もいいんですね。バランスの取れたいい模様なんですけども、時々衣乗馬見るんですけども、これほど綺麗なこの字体の衣乗馬って少ないなと思います。そして墨もですね、やはり昭和から出ているの墨も出てるんですけども、今後この墨ももっと普通の塩面に出てくる可能性も十分あります。そして字体はですね、この赤茶色、まあブドウのような藍衣のような本当に衣になっていて、綺麗な衣地の色になっております。緑もかかった衣のような感じがします。本当に衣乗馬ですね。そうですね、綺麗な。で、手びれ、尾びれにも墨は流すことなく、この辺の感じ、後ろの後半なんて背中の方もですね、全く衣なんですよね。そうですね、フォアアップしても衣ですね。なんで、まあ結構戦ってくれるかなと思って、顔の切れとかも結構よくですね、今遊んで、そしてまた今後も遊べるような一匹じゃないかなと思います。はい、結構太鼓まで本当に昭和、大型になる昭和から出ているので、そうですね、これもちょっと最終的に伸び悩むところもありますしね、有望な一品鯉ですね。なんでこういった鯉を探しの方にはぴったりなのかもしれませんし、逆にこれパッと目につきますので、いいんじゃないかななんて思って出品しました。おそらく同じこの大日さんの腹から出たと思うんですけども、はい、で結構持ってる墨はいいと思います。将来的になんか面割れした衣乗馬とか風になってくれてるかもしれませんね。その時に大化けするような感じかもしれません。いかがでしょうか。大日さんの衣乗馬っていうのがやっぱりいいですよね。大きくなりそうな血筋なので、まだまだ未完成ですが、字体は非常にいいものを持っております。いかがでしょうか。背中こうちょっと緑がかってるのもまたこの子の魅力的なところなんですけど、なかなか緑は分からんですかね。なんかね、この緑のね、茶鯉のような、なんかのグリーン系の、わかりますか。あ、ちょっとわかるかもしれんですね。ちょっと緑がかかってて、なんか変わってますね。緑というか黄色というか、はい、楽しみな鯉でもあります。はい、いかがでしょうか。こちら大日王子城さんの衣乗馬、サイズが29センチです。はい、ぜひこういった品種をお探しの方にもおすすめの鯉です。ぜひよろしくお願いします。